いや実はこの収録が1日延びましてね、うん、そうなんですよね。なぜかっていうと、はい、台風が来てたそうなんです。あっというと大体皆さん あの頃にこれは収録したのかっていう。さすがにスタジオではないので、うんうんうん、風の音とか雨の音とかは ねこれ家なもんですから、うん、普通の家なもんですから防音装置がねちょっとはい、はい、なので、それでちょっと、はい、イメージが、うん、そう、でも外暑いですけどそう、というかね、大変でしたよ、葉っぱが、はい、やはり秋の葉っぱ、落葉樹のがもう全部うちに溜まっちゃって朝から一生懸命掃除して、ご近所の皆さん、はい、そうですか、はい、そんな感じ、はい、ということで、はい、でも今日無事に収録できてそうですね、嬉しいですね、ありがとうございます、すがすがしい気持ちです、はい、はい、今日何してますか。今日は、中森明菜さんの飾りじゃないのよ、涙は、やっと登場ですね。あ、明菜さんの曲。そうです。そうだ。うん、なんか思い出があるんですか。いや、丸井さんこれやってみるっておっしゃったけど。はいはいはい。これ大好きな曲だったので、あと自分でもピアノ曲として。演奏はしてるんですよね。うんうん、ずっと前に、一回、ピアノ曲としてエコーニングしています。はい、ピアノ用歌時代だから。かなり前。だいぶ前ですね。だってこの曲自体が、1984年。昭和59年、すぐピッと言えるのは自分がデビューした年だ。そうなんですね。そうなんです。はい、中森明菜さんが、うん、少し先輩ですね。2年くらい先輩なのかな。うんうん、で、明菜さんの10枚目のシングルがこの飾りじゃないの、うん、涙はっていう。井上陽水さんの作品が来たかっていう感じでしたけどね。これね、秋に発売してる曲なんですよ。うんうん、最初のね、リリースが、明菜さんが出しているの。でもね、すごい未だにあのカラオケを好きな方たち、うん、私たち世代がドンピシャなんだけど、その、 娘さんとか、うん、孫さん世代っていう方たちも明菜さんがリアルで歌ってる時知らなくても歌う歌っていうのはやっぱりいい作品なんだと思いますね、うんうんうん、すごく魅力的。井上陽水さんも歌ってらし、うんで、カバーね、自分なんかセルフカバーしていて、そうそう、でも陽水さんカバーをリリースなさったの意外と後なんですよね。後なんですよね。そうなんですよ、うん、すぐポッて出しているわけじゃなくて、ずいぶん後で、うん、あのカバーアルバムの中で歌ってらっしゃるんだけど、うん、全然それが違うアプローチで、はい、で、あともう一つは、うん、まあ、皆さんよくご存知なのはそのレコードになった明菜さんの、ね、あ、レコードね、バージョンをよく、うん、まあ、聞いていると思うんですけども、はい、あのライブの映像を見るとまた明菜さん自身も違う、そう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 、すごい実力がやっぱりあるんだなと思うのは、うん、それで僕が聞くとライブの方が全然いいんですよ、あ、レコードよりも。あのね、レコードって当時、うん、特にあの時代のアイドルさんのレコーディングって、うん、夜中とか早朝とかね、とにかく忙しい、うん、そういう時代だったから3ヶ月に1枚リリースしなきゃいけない。で、アルバムも、うん、これも実は飾りじゃないのよ涙はもうアルバムからの先行発売なんですよ。そうか。で、アルバムとしてもレコーディングしてた、うん、だからどういう過酷なスケジュールでレコーディングしてたかっていうのは私たちもそうだったから、うん、もう取材とかっていうと大体夜中の12時からなんですよ、うん、あの明星とか平凡とかっていう、うんうん、で、スタジオの中で水着を着たいや、平凡出てたなんか、もうありますか。ないです、ないです。私、今、衝撃を受けました。そうでございますか。当時ね、取材とか、ね、レコーディングって本当夜中のお仕事だったの。だから、ね、実はそれがベストな状態で歌えてるかっていうと、なんともっていう、うん。だから、おっしゃる通り、うん、ライブでどんどん慣れてきた頃の明菜さんの歌が輝いているっていうのが分かるんです。うん、でも、彼女は、
明菜さんね、これね、多分1、2、3、これを合わせて5回ぐらい違うアレンジでレコーディングしてるんですよ。10年ごとぐらい、うんうんうん、それってすごいやっぱりこだわりというかお好きなんだと思うんですね、うんうん、この作品で。その度に魅力が違うし、ライブも違うし、これが本当のアーティストなんだろうなっていう気がするんですけどね。名曲中の名曲ですね、やっぱりね。はい。で、今日はそれをピアノだけの和奏で歌うというなんかさ、ちょっと機械的な音のイメージが最初、そうだよね、そうだよ、あの当時はそれが流行りだったんですけど、簡単なシンセサイザーみたいな音ね。でもそれを生のピアノだけで歌う、うん、できるかな、できますなんで急にできるかなとか言い出すんですか。いや、あのね、どんな感じ、あ、頭キュンです。どんな感じになるのかちょっと提案はしてみたものの想像がつかなくてわかります、非常に無責任な方なんです。いや、でもほら、で、そうだそうそう、もうさ、レコードだとさ、フェードアウトになってるじゃないですか、うん、そうなんです、昔多かったんですよ、ね、フェードアウト曲って。うん、それどうするかちょっと考えてください。どうしようか。あなたについていきますから。わかりました。どこでもついていける。わかりました。はい。まあそういうことでどうなりますかね。はい。ドキドキしながら聞いてください。ちょっと初めて歌う。本当？本当です。ああ。当たり前じゃないですか。ね。じゃあはい。聞いてください。一緒にカラオケ行ったつもりで。あ、そうですね。一緒に歌ってください。飾りじゃないのよ、涙は。